かつて、グリニッジ死後線の基準になっていた、グリニッジ天文台旧本館北面の窓。現在の本所死後線はこの窓の中心から東に、約102.5メートルの位置を通過している。テムズ川下半側から南方に見える、グリニッジ天文台の全貌グリニッジ天文台は、ロンドン郊外グリニッジ地区の、テムズ川下半グリニッジパーク内に存在する、天文台。 ロンドン中心部から東におよそ5キロメートル、テムズ川下半からは南におよそ800メートルの丘に建てられている。1675年にイングランド国をチャールズ2世が設立した王立天文台で、初代天文台長はジョン・フラムスティード。1957年にイーストサセックスのハーストモンソーに移転し、グリニッジ旧王立天文台となった。 1990年にケンブリッジに移転した後、1998年に閉鎖され、再びグリニッジ王立天文台と呼ばれることになった。現在は観測機器はなく、史跡として維持されている。1851年に大長、ジョージ・ビドルエアリーが本館に死後館を設置し、窓の中心を基準として観測を行い、この地点の平均対応時である。 グリニッジ平均時を定めていた。その後、世界共通の経度の基準と定められ、世界の経度及び時刻の基準を担っていた。1833年に設置された、宝磁玉は、現在も稼働している。なお、現在では、エアリーの死後間は、正確には、本所死後線ではなくなっている。本所死後線は、エアリーの死後間から東へ、角度5.301秒。 距離にして102.478メートルの位置を通過している。近隣のブラックヒースにはイングランド王ジェームズ一世が1608年に最初7ホールを作らせたゴルフクラブがある。これは今も超一流コースとして利用されている。15世紀後半からヨーロッパ各国による海外進出を競う大航海時代を迎えていたが、当時はまだ運に任せた。 危険な航海が多く、海難事故が相次いでいた。この競争を制するため、航海術の向上にいち早く取り組み、海洋国家として世界に進出を図っていた、イングランドは航海の支援を目的として、天文台を建設した。外洋の航海には、正確な緯度と経度の計測が不可欠で、見渡す限りの海で緯度の計測基準となったのは、星であった。 北極星の位置や見える角度から、船は井戸を割り出すことができた。一方、経度の測定には、正確な時刻を知る必要からクロノメーターが、開発されるとともに、時刻の基準すなわち、経度の基準が必要になった。1972年まで、グリニッジ天文台長は、伝統的に、王室天文館の称号を得る監修となっていた。括弧内の西暦は就任した年、 ジョン・フラム・スティード、エドモンド・ハレー・ジェームズ・ブラッドリーナ・ナサニエル・ブリス・ネビル、マスケリン・ジョン・ポンド・ジョージ・ビドル、エアリー・ウィリアム・クリスティ・フランク・ダイソイン・ハロルド・スペンサー、ジョーンズ。リチャード・ウィリー・マーガレット・バービッジ王室天文館は、マーティン・ライル・アラン・ハンター・フランシス・グラハム・スミス、アレキサンダー・ボクセンバーグ・ジャスパー・ウォール参考、王室天文館。ありがとうございます。